はいどうもゴーヤンです。今回はですねエデンの方に挑んでいきたいと思うんですけども、ノスタダムスインカミカパンドラバージョンですね。今日はそれをねやっていきたいと思います。普通にサタンで行った場合は、まあちょっと危なかったですけどね、なんとかクリアはすることができたので、まあ今度はね、紙パン連れて行って果たしてやれるのかっていうのを試してみたいかなと思います。いいですね。いい削り。で、別に弱点しばかなくてもいけるはずなんで、左の弱点をしばく。右側ね、弱点しばかなくてもいけるんで、左側だけ弱点をしばいていく。で、ノスタラ始まりなんで、適当に加速しながら、ジャキジャキ、弱点を通過していく。で、思ったより下にだけダメージが入ったんで、パンダラの道も悪いし、とりあえずウッドマンを倒したいけど、ワープ次第。右に出ろ、右に。右に出ろ。出えへんのかい。で、上だけやってまうかな。ですよね。まあまあ、しょうがないんで、まあ、回復しながら、両方にダメージを与えていきたいですかね。で、ノストラのターンですが、ワープ乗ってると思うんで、とりあえず、斜めに、打っときましょう。微妙にヒーリング踏んでないもんな。まあでも、ここで、紙パンを、引っ張りながら、ノストラの加速で、直殴りと含めて、いけますね。で、紙パンスタートなんで割といいですかね。で、どうしようかな。左に入っていってもいいかな。入ってればとりあえず金魚拡散食らうことないんでって言いながらミスる。たくそですね。で、ヒーリング出しちゃったんで、もうやるしかない。やるしかないんで。とりあえずパンドラを引っ張って、いきたい。同じくパンドラを引っ張っていきたい。嘘、そこに止まる。多分一本ですけど、できればもらいたくない。できれば外れたいんで。オッケー、いいっすよ。いいですよ。いいですね。で、とりあえず紙パンシールドを1枚貼っておきましょう。ワンチャン倒しきれる。あ、惜しいですね。まあまあ。どうしようかな。取る意味はないんで、まあ普通に倒しますか。取るんかい。はい、時間の無駄ですね。まあしょうがないですけどね。で、サンダーバーを倒しながら上に上がっていきたいけど、欲張りますか。よしよし、いいですよ。で、これが痛い。これが痛いですが、まあ、まだ、あれが出ているわけじゃないんでね、ビームが。なので、まあ、目玉をね、攻撃していきたい。よし、いいですよ。で、あとは、目玉ビームがないんで、暴れる感じでやって、まあ、どこに止まるかですよね。おい、1。いい位置ですね。で、ビームがとりあえず出ないので、パンドラさんを引っ張りながら加速、目玉倒す。OK、完璧ですね。
で、ノストラで抜けていきましょうか。ハンドラ引っ張ったらいけるでしょ。で、同じくノストラスタートができて、ヒットポイントが8万ぐらい。なので、まあ、ヒーリングは出したいから、とりあえずパンドラ引っ張って暴れる。よしよし、目玉破壊はいいですよ。目玉破壊はいい。で、ガシャンが痛いんで、上に待機でもいいんですが、ヒーリングを出しときたいんですよね。ヒーリングを。うん。で、エビルインライトに、潜水は、キラーが乗らないんですが、さすがに加速すればいけるやろ。はい。で、ビームが出た状態、継続かな？消える。消えるなら、パンドラ拾いつつ帰ってきて、ノストラも拾いたいけど、そこまで無理か。ということは、上からパンドラ拾って、ノストラ拾う。よしよし、いいですね。ただ、パンドラスタート、かつ位置が良くない。ここで SS 打ったとし、たまり直すんかな。パンドラって 25?24?24 24ってことは、6周回せば帰ってくるから、まあ、打たんでもええか、さすがに。ターン数、まあ余裕あるし、打つほどのことない。で、潜水で、上をやれるはずなんで、弱点1次第やな、でも。よしよし、いいですよ。いい弱点1。薄すぎず、つけすぎず、倒しきれず。最悪ですね。うん。で、こうなってくると、かなりきついんで、乗せたら1本使います。こんな感じかな。オッケー、完璧ですね。オッケー、完璧です。で、あとは、多少下りつつ抜けていきたいんで、目玉を破壊しておきましょう。触れないように目玉を破壊。できない。で、パンドラが、下に入っていけたらいいかな。まあ、触れちゃいましたけど、まあ、ヒットまで全開なんで、まあ、問題はないですかね。で、潜水で、ある程度削っていきたいですが、OK、OK、OK、いいですよ。全然いいです。で、どっちのノストラや、右、かな？ということは、とりあえず、はしゃぎましょう。で、次の攻撃行きたいけど、突破はできるから、ヒーリング消える。まあ、しょうがないね。しょうがない。まあ、パンドラ残ってますし、センスも残ってるんで、ノストラを最終まで一本は持っていきたい。ので、パンドラ上にはめときましょう。オッケー。で、痛いです。痛いです。どうしようかな。打ちますか。打って、次の先生のターンまでに抜け切る。で、もうパンドラ拾うか。無難にパンドラ拾って、ノストラ拾って暴れる。よし、いいですね。で、まあ、潜水まではターン数あるんで、無難に上のエビルからやりましょうか。パンダラ姉さんは拾って帰ってくる感じ。やけど、下か、上かと思ってた。じゃあ目玉やりたい。目玉をやりたいよ。
おし、ナイス、目玉をやれた。なので打ちます。ノストラ拾って紙パン、オッケーで出てきて、あとは停止位置やけど、まあまあの位置、弱点はしばけない、まあまあいいか、しょうがない。で非常にまずいですが、ビームがないんで紙パンで暴れます。回復したい、回復したいよ姉さん、姉さん、姉さん、私回復したいです姉さん姉さん、私、あ、私回復したい、姉さん、私回復したいよ。ちょっちやばい、ちょっちやばいよ。いけるか、パンドラ引っ張ってノストラ拾って、攻撃次ないから、なんならこのターンでやりきれる。おっしゃー、ナイスー、1人ナイス、2回目。はい、この前にね1回やってただけあって一発でクリアできましたね。その前はね、実はねテイク2やったんですけど、まあね無事にクリアできてよかったです。ちょっとね通知出ちゃいましたけど気にしないでください。で安定のカメクエですね。いやー辛い、ひどい、うん、悲しい、まあしょうがないですね、カメクエはねもうどうしようもないんで。ということで、ノストラダムスはやはり強かったという動画第2弾ですね。まあ厳密の第3弾なんですけどね、まあ第2弾、フレンドの違いだけ。まあ正直サタンよりパンドラの方がもしこのパーティーでやるなら安定するかなっていう印象が、まあ僕の印象でございました。それではこの動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。それでは。